はい、こんにちは、一郎です。本日からですね、アンチエイジングの基礎の話というか、から応用の話まで、具体的な話まで、長々とやっていくんですけれども、本日からですね、ちょっとゲストをお迎えして、で、いろいろアンチエイジングの話をしていて、アンチエイジングに興味のある、沙織さんですよね。ね、こんにちは、こんばんは。こんにちは。おはようございます。おはようございます。おはようございます。で、どういうところから興味があったんですか、アンチエイジングって。どういう感じです。どう感じてます、アンチエイジングって言葉聞いたら。若返り。ああ、若返り、はい。他には。あとは先生がおっしゃるように、長生きできるようになるみたいな。長生きできるようになる。長生きやっぱしたいんですかね。そうですね。健康でありたいっていう気持ちが強いので、そこから考えるとつながっていくんではないかなって思うような感じですけど。ってことは要するに健康で長生きしたいってことですよね。そうですね、はい。健康で長生きしたい。それがアンチエイジング。じゃあ、表面的な、いわゆるその、皮膚を引っ張ったりとか整形したりとか、そういう話ではないですよね。そうですね、それが最初スタートはそこだったんですけど、シワ、シワ的なものを取るのがアンチエイジングだと思ってたんですけど、ちょっとここでどういうプログラムではないっていうことをちょっと話しておきますね。これは要するに表面的なシワを伸ばすとか伸ばさないとか、その体の外側に出ている、表現的に出ているものを直すっていう、まあ、家で言えば、家でちょっと屋根穴開いちゃったから、そこを修理しましょうとか、そういう話ではないですよね。もっとちゃんとした家を建てていきましょうと。もう根本的に土台からしっかりした家を建てていくには、そしたらもう長々とその屋根を直すとか、そういうところももちろん軽いメンテナンスさえしていれば大丈夫と。そうじゃなくて、まあ、土台もはっきりしてないような、まあ、木もね、まともじゃない木を一生懸命作って建てた家を一生懸命外側を修理していくとそういう話ではないんで、要するに即効性のある話を聞きたいんであれば、このプログラムは全くそういう人たちには向かないんで、そういう人たちは聞かなくていいです。それよりもむしろ長期的に長い目で、長い視野で10年、20年、30年、それぐらいかけて健康になって、元気で暮らしていくと、で、行くのを目指しているプログラムだということをちょっと勘違いしないでいただきたいですね。そういう表面的なところではないと。はい。はい、じゃあ始めたいと思うんですけども、もちろん、沙織さんも健康で長生きしたいんですよね。はい。ところが、この事実をちょっと一応、長生きしたいということに対してはイエスなんですけども、健康で長生きしたいんですよね。はい。健康で。もう介護期間というのは 6.4 年もあるって知ってました。ということは80歳まで生きるならば74歳から介護に入っちゃうんですよ。介護される側に。つらい、嫌です。それはどうです？嫌です。嫌ですよね、うん、これ日本の現状です。だから長く生きてると言いながら、実際は介護を受けてる人が多いわけですよ。これは80歳まで生きるけど、健康寿命というのは 74.5、 寿命は 80.9 っていう、まあどの国も同じような傾向ですよね。まあ、遺伝子レベルでは DNA レベルで同じ人たちですから、いくら人種は違っても、やってることの遺伝子はね、まあ、マンモスを狩りをしていた時代とそんなに変わらないっていうことですよね、これ見るとね。そういうことで、まあ、そもそも健康長寿、長寿でなければ健康でなければいけないですよね。そもそも何なのかというと、まず思い出してほしいのは三大死因、なんで人は死ぬのかっていうところまでちょっと戻るんですけども三大死因は、がんと心疾患と肝の血管障害。知ってました？はい、存じ上げてます。知ってますか？知ってます。そこはやっぱりアンチエイジング気にしてるから知ってますよね。はい、それは、どこから来るかって分かってます？血流が悪いとか。もともとはどこから始まってる？食生活の乱れ、うん。食生活の乱れ。他には？あとは、ジャンクフード。そうです、食生活。あとは遺伝。遺伝。他には？あとは、まあ、3つですよ。食事と運動と睡眠、この生活習慣、これを積み重ねた結果が今の状態になっていると。こんなん分かってんだよ、何言ってんすかって、ね
一郎先生、当たり前じゃないですかって普通言うと思うんですよね。当たり前ですよね、聞いてますよそんなことって言ってる人がどうですかっていうことですよね。知ってんのに何してんのっていうことですよね。そうですね、うん、でちょっと話は変わるんですけど、何歳まで生きられるのが普通だと思ってます？80ぐらいですかね。80ぐらい、まあ、それはなんでそういう風になっちゃったの？日本の寿命が80代だから。そうですね。そっから来てる、うんうん、そっから来てる。実は驚かないですね。フランス人カルマンさんっていうのは1875年から1997年まで生きてるんですよ、うん、122歳です最高齢者は122歳です。でね、いやちょっと待って、カルマンさん遺伝でしょそれ遺伝的に長寿だったんでしょっていう人が出てくると思うんですけど、うん、実際そうです。両親も長寿で、遺伝のレベルの話ではあるんですけど、ここでですね、ちょっと研究もちゃんとあるんですよ。一卵性双生児と二卵性双生児の寿命比較をしたところですね、疫学研究なんですけど、遺伝要因は 25% しかないんですよ。で環境要因は 75% っていうことは、4分の3の確率があなたが作ったんですよと。もともとの遺伝的要因もありますけども、ただ長寿の人は長寿になる可能性を持ってるんですよ、人よりは。でもあなたは自分で自分の可能性である4分の3を捨てているということなんですよ。どうせ遺伝でしょって考えちゃったらね、そういう話なんですよ。だから環境要因をあんまり軽視しないでくださいと。4分の3も環境要因があるんであれば、そんなに軽視するべきではないですね。今遺伝と思ってたでしょ遺伝と勘違いしてないですよね。つまり環境要因というのは、さっき言ったように毎日の食事、運動、睡眠ですよね。これ3つが一番メインだというか、まあ、プリミティブというかね、基本の活動ですよね、うん。まあ分かった分かった、まあ、一応先生環境要因でしょ、はい分かりましたよね、本当に生活習慣を変えることになれなきゃ達成可能なんですかねっていう人がまたここで出てくると思うんですよ。ってマジって、環境要因っつったってどうせまあ大体決められてるんだよねみたいな、実は大きな発見があるんですよ。これ最新発見っていうか、ここ本当21世紀ぐらいの発見なんで、うん、寿命は自分でコントロールすることが可能だというふうになってるんです。で長生き遺伝子っていうのも発見されたんですね、はい、うん、でさっきも沙織さん言ってた、自分の寿命って大体これくらいって決めてましたよね、80歳ってね、はい、でもフランス人カルマンさん122歳でしょってことは3分の2しか自分の中で生きれると思ってないわけですよ。可能性122歳まであるのに80歳って勝手に諦めてるわけですよ、うん、それはなぜかというと、まあ、この長寿遺伝子っていうことを知らないからです。でレオナルド・ガレンテさんっていうのが長寿遺伝子っていうのを発見したんです、2000年ぐらいかな。で今まで長生きすることをコントロールっていうのは不可能っていうふうに思われていたわけですよ、うん、まあ生活レベルを変えればいいんでしょうぐらいなことはあったけども、実際遺伝子レベルでそういうことができるんだって話はなかったわけですね。まあ食生活気をつければ少しは長生きするんじゃないかなみたいなところが遺伝子レベルで分かったんです。それはガレンテさんが酵母菌という非常にこうプリミティブなパン作るときですよね、パンとかビール作るときに使う菌で発見したんですね。こういう菌です、酵母菌っていうのは。でなんで酵母菌使ったかって話はちょっと実験しやすかったからですね非常に単純な細胞でできているのが酵母菌なんで、それでは実験しやすかったんです。でその餌であるブドウ糖の量を減らす実験をしたんですね、まあ、人間で言えば食べる量を減らしたということですね、はい、で酵母菌の中のミトコンドリアがそうなるとどうなったかっていうと、酵母菌の中のミトコンドリア、ミトコンドリア思い出します、学校でやりました、元の細胞の細胞の中に入ってるんですよ、はい、ミトコンドリア、はい、勉強して気がします。理科ですかこれそうですね、理科の小学校じゃない中高ぐらいですかね、もう忘れちゃってるじゃん、みんなミトコンドリアなんぞよみたいな、うん、細胞の中にある構成要素ですよね、ミトコンドリア、非常に重要な構成要素ですけど、そのミトコンドリアというものが NAD っていう物質を大量に吐き出すわけです、はい、でこれが長寿遺伝子、まあさっきガレンテさんが発見した長寿遺伝子の周りにまとわりついて、それを活性化して酵母菌の寿命を伸ばしたと。
ちょっと分かりにくいと思うので、ちょっと模式示すと、これガレンテさんの本からちょっと引用させていただいた図なんですけども、これが核ですよね。はい、核とミトコンドリアというのは細胞の中にあります。はい、細胞の中に。で、核っていうのはまあ大事なこと。この中に DNA が入ってるんですよね。はい、で、ミトコンドリアっていうのがあって、エネルギーを作り出したり、いろんなことしてるわけですよ。で、これが普通の状態なんですけど、カロリーを制限する。つまり、食事の量を減らすと。うん、まあ、この交尾菌で言えば、量を減らす。食べさせるブドウ糖の量を減らしたということを加えることによると、そうするとなんか ミトコンドリアがアクティベートされて、活性化されて、なんか NAD という物質がこう大量に吐き出されるんです、ミトコンドリアから。で、その吐き出された NAD という物質が、この核の中に入り込むわけです。はい、核の中に入り込んで、その核の中の10番目の染色体かな、その辺ぐらいのところにあるこの長寿遺伝子にまとわりつくわけです。で、初めてその瞬間に活性化する。へえ。今までは眠ってんですよ。静かに眠ってたんだけど、それがそこで初めて活性化する。だからカロリー制限というなんかアクティベートするような要素を加えない限り、それは眠ったままってことです。へ、眠ったまま。まあ、普段は眠っているような長生き遺伝子を起こすためにやることは何かというと、まあ、人間の遺伝子というのは原始時代に食べたい時に食べてましたよね。うん、どうですかマンモス狩りして氷河期とか。うん。獲物取ったら食べれるみたいな感じですね。そうそうそう、食べて、うん、あ、ちょっとこれ冷蔵庫入れとこうと思ってました。持ってないと思いますよね。持ってないですよね。ないですもんね。ないですよね。ないし、冷蔵庫入れて誰かに取られたら、そうですよね、うん、置いといたら食べられちゃいます。食べられちゃいますね。だから今すぐ食べないとですよね、うん、だから今すぐ食べないといけないっていう遺伝子があるわけですよ、うん、もう何十万年前から、うん、その頭の中には刷り込まれてるわけです、うん、で、冷蔵庫の遺伝子は100年とか200年単位の話ですよね、うん、で、まあもっと保存食って話からすると1000年とかうん、ぐらいの単位はあるかもしれないけど、それでも何十万年前とか何万年前っていう話からするとすごい少ない話ですね。っていうことは遺伝子的にはものがあったら食べちゃうっていう遺伝子が刷り込まれてるわけです、うん、だから食べちゃうんだ、うん、そこでなんか喜んで喜ばないですよ。それその遺伝子は危険な遺伝子ってことです、今の時代では。で、その当時は1日8キロとか16キロもマンモスを探してたわけですよ、うん、だからまあまあだいぶカロリー消費してたわけですよね、はい、だから運動してたわけです。だからいいんですよ。ところが現代社会は運動してないでしょ。しないです。みんな楽ちんでタクシーとかバスとか電車とか、うん、歩くしていないですよね、あんまりね。ね、なんかあったらタクシーとか、うん、だからそういうことでかなり飽食つまり食の方が多すぎるという時代なんですよね、うん、だからまあ単純に、まあ長生き遺伝子を起こすためには何をやったらいいかっていうと、今食べ過ぎてんだから食べ過ぎを直せばいいわけですよ。そうすると勝手に長生き遺伝子が起き始めます。へ、うん、カロリー制限なんてできねえよ、食べたい時食べさせてくれって遺伝子、私にもありますし、あなたにもありますし、これ聞いてる皆さんにもあるということなんですけども、ちょっと人間の例を示さないと分かんないと思う。第二次世界大戦のイギリスのロンドンで空爆がずっとあったんですよ、はい、で、空爆あるとストレスで病気になっちゃうんじゃないかってみんな思うじゃないですか、はい、ところが食料が配給制になってカロリーがある程度みんな抑えられちゃったんですよね、うん、そうすることによってみんな元気だったんですよ。逆に元気になった。病気にならずに、うん、で、カロリー制限の事例で哺乳類の例で赤毛猿の実験だから、そこは全部人間とかじゃなくて酵母菌の話でしょっていう話を言う人がいるんで、赤毛猿の実験、非常に有名なのがあります、はい、まあそれは次回、はい、ということで今日は、まあ、まとめると、まあ、人間にはどうしても食べたい時に食べてしまうという欲求本能が残っているんだけど、今は飽食の時代になっちゃって食べない、食べまくってるけども歩かない、運動しない、の睡眠時間も削られてるっていうね時代に入ってしまって、それでみんな食事だけは美味しいから遺伝子だけは残ってて食べちゃうと。そしたらどうなるかっていうと、やっぱり当然体には良くないんで、うん、で逆のことをやると、やれば今まで眠ってた遺伝子が活性化される。そうしない限り活性化しないんです。これはある意味その飢餓状態でも大丈夫なようにするために、もともと備わってた本能的なものなんじゃないかとも言われてるんですよね。
今日の話聞いてどうです、どう感じました。よく素食がいいって、うん、それに、うん、聞いたことあるね、はい、つながっていくのかなと、うん、次回の楽しみです、うん、はい、わかりました、ありがとうございました、ありがとうございました。